ジェフリー・プレストン・ベゾスは、アメリカ合衆国の実業家、投資家、フィランソロピースと、アマゾン・ドット・コムの共同創設者、取締役会長。出生名は、ジェフリー・プレストン上限選。世界最大級の資産家の一人であり、フォーブスの長者番付によると2020年時点で2046億ドルの資産を有する。世界で初めて資産が2000億ドルを超えた人物。 2013年に、米有力新聞ワシントンポストを買収し、オーナーとなった。2021年2月2日、アマゾンの最高経営責任者を2021年7から9月期に退任すると発表した。ジェフ・ベーゾスとも。ジェフ・ベゾスこと、ジェフリー・プレストン・ベゾスは1964年1月12日に、ニューメキシコ州アルバカーキに生まれた。父は、 シカゴ出身のテッド上限船、母はジャックリン・ギーゼ上限船という名である。ジョー・ガンソンの家系はデンマーク系であり、テッドの祖父はデンマークのホルベックからの移民であった。ジェフが生まれた時、母親は17歳の高校生であり、父のテッドはバイクショップのオーナーだった。ベゾスの母方の祖父はアルバカーキでアメリカ原子力委員会の地方局長をしていた。 ローレンス・プレストン・ギーゼである。ギーゼは、早くにその職を辞し、テキサス州、コトゥーラ近郊にある家族で経営する牧場の仕事を、始めたが、ベゾスは若い頃よくここで夏を過ごした。彼は後にこの牧場を買い取り、2万5 0 0エーカーあった、土地を30万エーカーにまで広げている。母方の祖母は、マッティ・ルイズ・ギーゼという名で、家計をたどると、ベゾスは、 カントリー歌手のジョージ・ストレートといとこの関係にあたる。ほどなく母は、ペットと離婚し、1968年4月に、9倍民のミゲル、マイク・ベゾスと再婚する。マイクは4歳だった、上限線の息子を養子に取り、その時に、生も、ベゾスと改めた。一家は、テキサス州ヒューストンに引っ越し、岐阜のマイクは、ニューメキシコ大学を卒業後に、エクソンで、 エンジニアとして働き始めた。ベゾスは小学4年から6年までヒューストンのリバーオックス小学校に通った。ベゾスは科学に関心を持っており工作の才能もあった。ある時は電動のアラームを仕掛けて弟たちを部屋に入れないようにしていたほどである。一家はフロリダ州マイアミに移り、ベゾスはマイアミパルメット高校に通った。彼は 高校在学中からマクドナルドで働き、朝のシフトで簡単な調理を担当していた。フロリダ大学で開催された科学の生徒研修プログラムにも参加している。1982年に彼は、いわゆる卒業生総大を務め、ナショナルメリットスカラーシップ、シルバーナイト賞を獲得している。1986年に GPA4.2 でプリンストン大学を卒業し、 電気工学と計算機科学で学位を取得した。彼はまた全米最古の学生クラブである、ファイ・ベータ・カッパのメンバーでもあった。大学時代には優秀な工学徒として、タウ・ベータ・パイにも選出され、宇宙探査、開発のための学生組織のプリンストン支部長にもなっている。1986年にプリンストン大学を卒業したベゾスは、インテル・ベル研究所、 アーサー・アンダーセンなどからオファーを受けた。彼が最初に就職したのは金融決済システムを手掛けるスタートアップ企業フィテルで貿易情報のネットワーク構築に従事した。ベゾスはその後開発部門と顧客サービスの責任者に昇進している。その後に大手金融サービス会社バンカーストラストでプロダクトマネージャーとなり、 銀行業界に席を移して1988年から1990年まで働いた。その後1990年から1994年まで新興のヘッジファンドである DE 賞で仕事をし、30歳の時には同社で4人目のシニアバイスプレジデントとなった。1993年の後半にベゾスはオンライン書店を始めることを決める。 彼は DE 賞を退職してニューヨークからシアトルへの移動中に事業計画を書き上げ自宅のガレージでアマゾンを起業した1994年7月のことだった新しい会社の名前は南アメリカのアマゾン側にちなんだものでアルファベットの最初の文字である A から始まるという意味合いも一部にはあった両親が30万ドルとも言われる金額を都合してくれたため 彼はそれをアマゾンに投資した。彼は初期の投資家の多くにアマゾンが潰れたり自分が破産する可能性は70%あると告げていた。アマゾンはもともとオンライン書店であったがベゾスは常にその業務を拡大する計画を温めていた。アマゾン創業から3年後にベゾスは株式の公開を行っている。フォーチュンやバロンズには厳しい観測の記事が掲載されたが ベゾスはインターネットの成長によって、ボーダーズやバーンズノーブルのような巨大な書店チェーンとの競争に勝てると譲らなかった。ベゾスとインド首相のナレンドラモディアマゾンでの仕事を称え、ジェームズ・スミッソン生誕200年記念メダルを授与される、ベゾス1998年、ベゾスは音楽と映像もオンラインで販売を始めた。この年の終わりには彼の会社は、 様々な日用品も扱うようになった。1997年の株式公開で調達した5400万ドルを資金として小規模な競合他社を積極的に買収した。2002年には天気予報チャンネルとウェブトラフィックからデータを集積してアマゾンウェブサービスをスタートさせた。しかしこの年の後半に大規模な投資が続いていたアマゾンは収益の伸びが止まった段階で 財政難に陥ってしまった。2000年にベゾスは銀行から200億ドルの融資を受けているが、アマゾンのキャッシュバランスはわずかに3億5000万ドルに減少していたのである。会社が破綻間近になったため、ベゾスは複数の物流センターを閉鎖し、アマゾンの全従業員の14%にあたる人数を解雇した。アマゾンは2003年には財政的な安定を取り戻し、 この年は4億ドルの黒字となった。ベゾスがアマゾンキンドルをスタートしたのは2007年11月である。2008年のタイム誌の記事によれば、彼はビデオゲームと同じように読書でも不老な状態を作りたいと考えていた。つまり、読者が完全に本へ没入できるようしたいと思っていたのである。2013年にはアマゾンウェブサービスについて、 アメリカ中央情報局と6億ドルの契約を結んでいる。この年の10月にアマゾンは世界最大のオンライン小売企業として認められた。2017年5月3日間で10億ドルのアマゾン株を売却したとワンバックスニュースが報じた。2000年9月ベゾスは有人宇宙飛行事業を目的とする民間企業であるブルーオリジンを設立した。 宇宙旅行と太陽系の開拓に彼は昔から関心を持っていた。1982年に高校を卒業した時は総代表としてスピーチを行ったが後日マイアミヘラルドから内容について取材を受けそこでも地球集会場にホテルやアミューズメントパーク、コロニーを建設することに興味があると語っている。18歳のベゾスはまた 地球上の資源の枯渇を憂いて、環境保護への関心も表明していた。ブルーオリジンのクルー登場カプセルの見学を、NASA 副長官のリガーバーに案内する、ベゾスブルーオリジン設立後、2006年までは特に目立った活動はなかったが、この年にテキサス州西部に打ち上げ及び実験施設の建設のために広大な土地を購入している。2000年代後半にこの会社に、 世間の注目が集まると、ベゾスは、友人宇宙旅行のコスト低減と地球外旅行の安全性向上について、たびたび語るようになった。2011年9月、ブルーオリジンの無人試作ロケットの一つが、低高度での飛行試験中に機能停止した。この事故は、ある意味で挫折と受け取られることもあったが、その後の報道では、設立時と比較して、ブルーオリジンは、 宇宙飛行に向けてはるかに前進しているということが報じられた。2013年5月、ベゾスはバージン・ギャラクティックの会長リチャード・ブランソンと面識を持ち、この年に宇宙飛行事業の可能性と戦略について議論を繰り返した。彼はリチャード・ブランソン、イーロン・マスクの名を挙げて、自分も含めた3人には億万長者であり、複数の事業を経営しながら、 宇宙飛行を第一に考えている共通点があると語ったことがある。2013年8月5日、ベゾスは15年来の知り合いのドナルド・グラハムがオーナーを務めるワシントン・ポストを買収したことを発表した。買収額は2億5000万ドルだった。そのために彼は有限責任の持ち株会社であるナッシュホールディングスを設立している。 2013年10月1日に売却が成立し、ナッシュホールディングスの参加に入った。2014年3月、ベゾスは初めてワシントンポストに大きな改革を行い、テキサス州、ハワイ州、ミネソタ州で提携する地方紙を購読する読者に向けてオンライン版のペイオール、課金制度を撤廃した。2016年1月にはデジタル版やモバイル版、 アナリティクスソフトウェアの刷新を行い、メディアとテクノロジーの会社として再出発を図った。一方で買収してから数年は新聞社との将来的な利益相反の可能性も指摘されていた。ベゾスとワシントンポストの編集委員会はオーナーが新聞のコンテンツを不当に操作しているという批判は事実でないと否定し、ベゾスは新聞の独立性は保っている。 2016年にはオンライン版の購読者が急増し、ワシントンポストは2013年にベゾスが買収して以降初めて黒字化した。ベゾスはベンチャーキャピタルのベゾスエクスペディションズを通じて個人的な投資を行っている。1998年にはグーグルに25万ドルを投資し、最初期の株主の一人となった。彼はこの投資で Google の株式を330万株取得したが、その株価は2017年には310億ドル相当になっている。ベゾスは、老化を遅くしたり、止めたりすることで寿命を延長させる研究をする、ユニティバイオテクノロジー社にも投資を行っている。ヘルスケア分野では、同社の他にグレール、ジュノセラピューティックス、ゾックドックなどにも関わっている。ニューヨークタイムズのジャーナリスト、 ネリー・ボールズは世間的なベゾスの人格や人柄のイメージについて極めて優秀だがミステリアスで冷血な大物経営者と評したことがある。1990年代にベゾスは従業員が事前事業や社会福祉に頼ることを前提にした冷酷な経営によってアマゾンを成功させたという評価を受けることもあった。世間においては彼の事業における 極度の節制や倹約と、アマゾンや彼個人の資産の豊かさが、セットで語られるようになった。ベゾスは億万長者どころではない資産がありながら、服はアマゾン本社のオフィスにあるロッカーに置いているし、乗っているのも1996年式のホンダアコードである。2000年代の前半では彼は、いわゆるギークやナードであり、社会性に欠けるというイメージを持たれており、 サイズの合わない服を着たり、人付き合いにおいて、数々の失敗をしていた。ベゾスは、世間から、必要以上に定量化とデータを優先すると、見られている。このイメージは、電気作家のアランド・イィチュマンが衝述している通り、リストを元に語り、自分が行う、あらゆる決定の前に、基準と優先順位を列挙するというものである。彼の人格を伝える本や文章には、 議論を呼び、世間の注目を集めるものもある。有名なのは、ジャーナリストのブラッドストーンがベゾスに、無断で出版した、ジェフ・ベゾス果てなき野望で、この本の中では注文の多い上司であり度に、競争を煽る人間として描かれている。アマゾンの元従業員の証言では、ベゾスとのまるで、ダーウィン主義者とするかのようなやりとりも注目に。 値するが、同時に企業を成功させ続ける手腕についての、賞賛の声も上がる。また、経営上の障害や、外部性をほとんど顧みない、あまりにに楽観的な CEO という、悪い意味でのステレオタイプも持たれている。一方で、こうした評価については、ベゾス自身や彼の妻、アマゾンの従業員、そして世間からも、性格付けとしては間違っていると批判もされている。 2010年代前半で、ベゾスの経営には、帝国主義的な性格があるという評価が定まり、それと共に、世間的なイメージも変化し始める。彼は仕立てた服を着るようになり、厳しいダイエットを課して、ウェイトトレーニングを始めたほか、金を使うことに躊躇がなくなった。ベゾスの肉体改造は、企業としてのアマゾンの変貌とも比較され、 アマゾンそのものになぞらえて語られることも多くなった。その外見から独占的なビジネスを手掛ける企業を象徴するような世間的イメージを持たれることが増え、ポップカルチャーにおいては野心家のスーパーヴィランとしてパロディにもされている。2017年以降、サタゲーナイトライブではカイル・ムーニーやスティーブ・カレルから安売りをする傲慢な人物として表現されるようになった。 彼はタコやロースとしたイグアナを食べるなど変わった食事をすることも知られている。2014年5月には国際労働組合総連合がベゾスを世界最悪の上司と名付け、初期長のシャランバローはジェフ・ベゾスは北アメリカ的な企業モデルを推し進めている雇用者の残酷さを象徴していると評した。2010年代後半には 事業化できないものに関わる費用を支出することを嫌がるというイメージが覆されることになる。しかし他の符号と比べた時には、事前事業に対する関わり方が比較的浅いことをもって、2016年以降は世間から悪い評判を持たれるようにもなる。ベゾスは自身に関する批判的な記事については積極的に反論することでも知られている。2015年、彼は ニューヨークタイムズに掲載された記事を非難する文章を従業員に回覧させた。ベゾスは DE ショー時代やアマゾンの創業期に自ら公開最小化のフレームワークと呼ぶ考え方を採用していた。彼はその人生哲学をこう表現する。80歳になったら自分はウォール街を去ったことを後悔するだろうか。ノー。インターネットの誕生に立ち会えなかったことを 自分は後悔するだろうかイエス。1990年代から2000年代初めまで彼はアマゾンを経営する上であらゆる側面を数値化しようとして従業員をスプレッドシートでリスト化したり経営上の判断をデータに基づいていった人物とされる。アマゾンを成長させるために彼は get big first 素早く大きくなれというモットーを実行した。 この言葉は、会社には一定の事業規模が必要であり、安定的にマーケットを独占しなければならないということを言ったものだ。一方で彼は、アマゾンが得た利益を配当の形で株主に還元せず、会社の成長のために使っている。第一の経営哲学1日目、企業2日目、停滞3日目、瞑想4日目、辛く、痛みを伴う衰退5日目、シベゾスは、 自分のグロースマインドセット、成長のための思考法を表現して、いつだって、で一だと語っているベゾスは、一般的な、ワークライフバランスという言葉を使わず、ワークライフハーモニーという。バランスという言葉には、どちらかではなく、一方を持つかのような含みがあると彼が考えているからである。彼の考えでは、仕事と家庭生活は、情報を共有して、調整を行う。 相互接続的なものなのだ。ジャーナリストのウォルト・モスバーグは、批判や指摘を受け入れられない人間には新しいことや、面白いことができるはずがないという考え方を、ベゾスプリンシパルと名付けている。ベゾスはミーティングを早朝に設定せず、また社内では、2枚のピザルールを守らせている。これはピザが2枚あれば、全員に行き渡る人数だけを会議室に集めろ、というものである。 アマゾンで採用しようとしている人間を面接する時にベゾスは3つのことを自分に問いかけると語っている。それはその人物を尊敬できるか、その人物が当たり前になっている基準を引き上げられるか、どんな状況においても模範的となれるかである。またベゾスは能力の高い社員にはパワーポイントを使わせず、原稿6枚分の情報を口頭でプレゼンさせる。 彼はアマゾンに投資を行う人間とは1年間トータルで6時間しか顔を合わせることがない。1998年以降、年に一度ベゾスはアマゾンの株主宛に5つの原則を繰り返し述べた手紙を送っている。5つの原則とは競争相手ではなく、顧客を見る、マーケットを握るためにリスクを取る、従業員のモラルを高める、企業文化を育てる。 人に活力を与える、である。彼は、自分や会社に顧客がアクセスする窓口である、ジェフアマゾンドットコムというメールアドレスを、変えていない。届いたメールに返信することはないが、そのうちのいくつかには懸命にクエスチョンマークをつけて、該当する分野を担当する役員に転送している。ベゾスは、彼の経営哲学に大きな影響を与えた人物として、ウォーレン・バフェット。 ジェームズ・ダイモン、ボブ・アイガーを挙げている。2008年、カーネギー・メロン大学から名誉博士号を授与された。2018年3月、フォーブス世界長者番付の歴史において、初めて個人資産1000億ドルを達成する1120億ドルを記録し、ビル・ゲイツを抜き初めて世界長者番付1位となった。2019年7月、元妻のマッケンジー・スコットと離婚する際に、 保有するアマゾン株の4%を上とした。2020年1月1日時点で1150億ドルだった。資産はパンデミックに伴うアマゾンの収益増加で爆発的に増えた。2020年7月20日、純資産が1日で130億ドル増加した。これは個人純資産の1日の増加幅としては史上最高記録である。 2020年8月26日午後、ベゾスの保有資産は世界で初めて2000億ドルを上回った。ホーブスの資産では、ベゾスの2020年8月26日米東部時間13時50分の時点で2046億ドルとなっている。1992年、マンハッタンのデショーで働いていたベゾスは、小説家のマッケンジー・タトルトであった。 彼女は当時この会社のリサーチアソシエートであった。二人はこの一年後に結婚している。1994年に州をまたいでワシントン州シアトルに引っ越し、ベゾスはこの地でアマゾンを創業した。二人には四人の子供がいる。三人の息子と中国から養子にとった娘が一人である。2003年3月、ベゾスを含め三人が乗っていたヘリコプターが、 テールブームを機にぶつけて、ウェストテキサスに不時着した。彼は軽い怪我をしたが、その日のうちに現地の病院を退院することができた。2016年には映画スタートレックビヨンドでスターフリートの退院役を演じており、キャストやスタッフと共にサンディエゴコミックコンで試写会にも参加している。2019年1月9日、 ベゾスは25年間連れ添った妻であるマッケンジーと連名で長期にわたる別居生活を経て離婚する意向であることをツイッター上で発表した。選挙活動の収支報告書によれば、ベゾスはワシントン州を選挙区とする民主党の上院議員パキィ、マレーとマリア・キャントウェルの選挙戦を支援している。彼はジョン・コニャーズやパトリック・リーヒ、 スペンサー・エイブラハムといったインターネット関連の議題を扱い委員会に所属する上院議員を支持している。ベゾスと妻のマッケンジーは共に同性婚の合法化を支持しており、ワシントン州で同性婚を合法化した住民投票に賛成票を投じるよう運動する団体であるワシントン・ユナイテッド・フォー・マリッチに250万ドルの寄付を行っている。2010年には ワシントン州の所得税を上げることに反対する運動に10万ドルの資金提供をした。2012年にはアマゾンの政治行動委員会に寄付を行っており、この期間を通じて民主党議員と共和党議員にそれぞれ5万6000ドルと7万4500ドルの資金を提供した。2016年の大統領選挙後には国防省が用いる技術の活用を支援する。 諮問会議であるドナルド・トランプの国防革新諮問委員会に招聘されたが、ベゾスは特段のコメントもなく誇示している。実際ベゾスとトランプは敵対関係にあるとも形容されてきた。選挙直後には勝利したトランプとの関係が悪化しているとされる企業の株価が軒並み下がり、アマゾンの株価も下落したことで、ベゾスの資産も一時的に13億ドル相当が目減りした。 トランプはツイッターを通じて繰り返しベゾスを攻撃しており彼がフェイクニュースで政権批判をしているだけでなくアマゾンについても適正な税金を支払わずにアメリカ合衆国有成公社をこき使っていると批判している一方でベゾスは自分のロケット会社を使ってトランプを宇宙に飛ばすというジョークを何度か口にしている2014年アマゾンは 自社のクラウドコンピューティング関連のサービスで6億ドルと言われる契約を CIA と結ぶことに成功した。2018年には共同事業防衛基盤として知られる100億ドルの契約を今度は国防総省と締結するが、これはそもそも入札使用書がアマゾンに有利な内容だったと言われている。国防長官ジェームズ・マティスがベゾスに招待されて、 アマゾン本社を見学し、以前にアマゾンのコンサルタントを務めていたロビーストのサリー、ドネリーを通じて取引条件の調整を行ったため、この時代の契約については議論が巻き起こった。ベゾスは移民に開放的な国境政策を支持しているが、アマゾンは移民税関捜査局に対して積極的に顔認識ソフトウェアを売り込んでいる。2018年3月、ベゾスは シアトルでサウジアラビアの皇太子であり、事実上の支配者であるムハンマド・ビンサル・マーンと面会し、サウジビジョン2030への投資環境について説明を受けた。2020年1月、国連の専門家は、ベゾスの iPhone へのサウジアラビアのムハンマド、皇太子によるワッツアップを通したハッキング事件を報告した。ベゾスが2015年に、 大西洋の海底から回収する資金提供を行った海一エンジンは後にシアトルの航空博物館に寄贈されたベゾスは直接寄付を行うとともにベゾスエクスペディションズの資金提供による非営利のプロジェクトを活用して事前活動を行っている。この個人投資会社を通じてベゾスはシアトルの歴史産業博物館にベゾスセンター4を イノベーションに1000万ドルをプリンストン大学の神経科学研究所にベゾスセンター4ニューラルサーキュートダイナミクス2500万ドルの寄付を行っている。フレッド・ハッチンソン団研究センターには2009年から2017年にかけて1000万ドルから3500万ドルまで複数回の寄付している。ベゾスは元アマゾン従業員が設立した。 非営利団体ワールドリーダーにも80万ドルの寄付をしている。2012年3月には大西洋に沈んだサターン5の F1 エンジンが水深4300メートルで発見されたが彼はこれを海底から回収するつもりでありそれに向けて資金提供を行ったことをブログ上で発表した。2013年にはこのエンジンが アポロ11号の打ち上げに使われたものであることが判明し、回収後にはシアトルの航空博物館で展示されることになった。一方で、彼の事前活動は、ビル・ゲイツやウォーレン・バフェットのそれと比較された時はあまり良い評価を受けていない。2020年2月18日、自身のインスタグラムで資材から100億ドルを投じて、ベゾス・アース・ファンドを新たに設立すると発表した。 ありがとうございます。